今週の大人のジャズタイムは、昔高校2年生3年生ぐらいの時にですね、初めて、モーションブルー横浜にライブを見に行ったんですけれども、その時に、来日していたシンガーを見に行ったんですけど、今回はその初めて行った、モーションブルー横浜での、ライブをやっていたシンガーをご紹介したいと思います。番組では初登場なんじゃないかなと思います。そしてその当時の、エピソードなどもお話ししますので、ぜひ聞いてみてください。お楽しみに。